幼獣都市は、菊池秀幸の小説、及び、それを原作としたアニメ映画もしくは、実写映画。なお、アニメ映画版は、原作者が唯一、原作イメージの通りであるとする作品である。幼獣都市は、闇ガードシリーズの、第一作である。内は、文庫版。人間界と魔界の共存を妨げるものと人知れず、戦う闇ガード。 人間界の闇ガードタキレンサブローと、魔界側の闇ガード、マキエは、領海の平和条約調印のために来日するジュゼッペ、マイヤーとの護衛を命じられ、調印阻止のために暗躍する魔界の過激派たちに対し、激しい戦いを挑む。1987年4月25日に、ジョイパックフィルム配給で劇場公開された。英語タイトルは、ウィケットシティー。 A 漫画エンターテイメント UK とベイストリームラインピクチャーズの2つの英語吹き替え版が存在し、キャストは異なる。サウンドトラックの CD 版は本作の音楽を担当したショージ・オサムのオフィシャルファンサイトで販売されていたが、2020年10月現在では販売休止中。また、2015年に北米とヨーロッパでアナログレコード版として発売された。 生児治む略歴と作品2018年1月9日にはブルーレイ版が発売された。幼獣都市アニメ化企画はマットハウスによるオムニバス映画迷宮物語の一編である走る男を見たプロデューサーによって持ち込まれた。監督を務めた川尻義明は36歳であり、当時は大人向けの作品がほとんどなかったため、 大人が楽しめるアニメを作るという目標を立てていたと、氷川龍介との対談の中で振り返っている。川尻は北国の帝王のような骨太な男の映画を好んでいたものの、商品として成立させるべく、ロマンスや女子性といった要素を取り入れていた。また、川尻はあらゆる国のあらゆる人が見ても理解できるストーリー構成を目指しており、 特に本作については、原作の良さを伝える気持ちが大きかったため、客観的な目線がすごく養われたと氷川との対談の中で振り返っている。当初、マットハウス側は35部の OVA という説明を受けていたが、絵コンテができた段階で、マットハウス側のプロデューサーである、丸山正夫を通じて80分の OVA だったことが判明する。 作品の完成を優先させたい川尻は、増量用のプロットを急遽作成し、すでにできていた35分の絵コンテはそのままに、前後や途中の部分を書き足す形でシームを伸ばした。例えば、当初の構想では、空港の場面から始まり、教会の場面で物語を締めくくる予定だったが、追加文では、冒頭で雲女が登場する場面が書き加えられた。 本作の冷たい空気感を表現したいと思っていた。川尻は青系のセル絵の具を適切に配置することで撮影後に多彩な色彩を表現できるという考えから青を基調とした色使いにした。その一方で本作は現実の東京を舞台としていたため日常的な風景を曜日の世界として切り取るのに苦心したと振り返っている。アニメ研究家の日川隆介は アニメ映画版について、大人向けのエロスバイオレンスを濃厚に描いた点で、画期的な作品となった。と2018年のコラムの中で評価し、構成に与えた影響も大きいとしている。またヒカワは、同作では、闇の世界との戦いを表現するために、キャラクターの陰影や背景に黒が多用されている点についても触れ、当時ダブー視されていた、この手法が使われた点においても、 画期的な作品だったと評価している。幼獣都市香港魔改編のタイトルで1992年に映画化された。プロデューサーは香港映画の巨匠といわれるツイハーク香港映画の特徴である銃撃戦やワイヤーアクションのほかジャンボジェット機上の格闘シーンでのミニチュアワークや、時計部品が飛び散るシーンでのセルアニメーション、幼獣や、 元体操の特殊メイクなど多彩な特殊技術が用いられている。日本映画の大ファンである監督のマック・タイ・キッドは本作公開の際に来日し投映の薬剤映画のビデオを大量に購入している。SF アドベンチャー増刊1986年11月号、夢枕爆 VS、菊池秀幸ジョイントマガジン用魔獣期間市場において、 掲載されたライトメカン新一による漫画闇の開口で滝と牧江が夢枕幕の小説闇狩りシ,シリーズの登場人物である99、乱造、幻覚と共演している。後にキトめカン新一の漫画単行本闇狩り史に収録された。ABCD、ウィケットシティ、imdb.amazon.com2020 年6月11日閲覧 abcdef ウィケット・シティ imdb。Im amazon。com。二千二十年六月十一日閲覧ウィケット・シティ。imdb。amazon。com。二千二十年六月十二日閲覧。abc。氷川教授のアニメに歴史あり。第十一回純黒の闇表現。アニメハック。二千二十一年八月十七日閲覧。 レッパー、サンティアゴ・リベコ、アイシンク・ギンゾ・マツ・アンド・ビン・シマダ・ボイス・ト・ザ・デーモンズ。サンティアゴ・レイ・ベイコ、2020年2月23日、閲覧。AB ・レッパー、サンティアゴ・リベコ、アイシンク・イッツ、聖子・中野&、ケン・イチ・オガタ・フォー・タキ、エスコ・ワーカーズ&、ナオコ・アタナベ・フォー・ザ・セクレタリー。サンティアゴ・レイ・ベイコ、2020年2月23日、閲覧。レッパー、 サンティアゴ・リベコ、アフター・ドゥーイング・サム・リサーチ、イット・セズ・ザット、マサト・ヒラノボイスと、A ・ドクター、アイシンク・クビン・シマダ・ボイスとミスター・シャドウズ・サグズ。サンティアゴ・レイ・ベイコ、2020年2月23日、閲覧。ABCDEFGHI、クリエイターズ・セレクション・ボリューム16監督、川尻・義明インタビュー。バンダイチャンネル。2021年8月17日、閲覧。 ABCDC 博士ほか、日本特撮、幻想映画全集強文社、1997年、360ページ。ISBN 47億6692万7060。夢枕爆 VS、菊池秀幸ジョイントマガジン用魔獣期譚。荒井元子研究会。2009年8月31日閲覧。SF アドベンチャー増刊リスト。 翻訳アンソロジー雑誌リスト2009年8月31日閲覧幼獣都市香港魔改編に関するカテゴリーありがとうございます。